はい、皆様おはようございます。それでは続きやっていこうと思います。さて、一人おるな。あ、マルティナ。あ、実はね、あの裏でね、ご飯あげたりとかしてた時にマルティナちゃんとククールがカップルになったんですよ。すいません、ちょっとそこ映せなくって。はい、あ、いいんじゃない？ちょっと話もしてきます。そうなの、そうなの、マルティナちゃんとククール様がカップルになりましたよ。ね、マルティナちゃんからの告白で、なんかお願いします、何でもするので付き合ってくださいみたいな感じで告白したらいいよって感じでした。あら、ならなかった？はりゃりゃ、気が合うかわからなかったので。いいね、ちょっとまたドラクエ同士のカップルなんですけれども、いいんでしょうかって感じでね。で、ククール様がね、これ、ね、せいには悲しいになってるんですね。なんか傷が癒えてきたになってたんですけど、前までまたちょっと悲しいになっちゃってね。あ、もう一人おるな。どっちだ。あ、ルイージかな。おはようございます。おはようございます。キノピオに友達を紹介したいのですが、はい、ゼルダ姫を紹介するのは。あ、初期面同士ですか。あ、いいんじゃないですか。いけ。二人が仲良くなるにはどんな話をすればいいでしょうか。ゼルダ姫、面白い話、世間話、趣味の話、恋愛の話、お互い配偶者っていうか相手いるから恋愛の話でいいんじゃない。トモコレってさ、普通になんか既婚者好きになってさ、既婚者に告白しようとするけどさ、どうなんでしょうね。友達だったら教えてやるよって感じだよね。何度も思うけど、あの人空いているんだよみたいな。あれ、ちょっと待って、あれ、これ微妙かもしんない。あ、ならなかった。へえ、今日かすってんな。まだ友達にはなりませんでした。そうでしたね。あらららら、ら、じゃあ早速募金からやっていこうか。朝だし、おいくら。あー、22,000円。あ、そう、次回ね、住人登録をしようと思いますよ。次回、はい、リスナーさん送ってくださいました、ありがとうございます。あ、アボカド持ってんな、いいわ。あ、食べ物屋さん新商品が入ってない。なに、マジか。じゃあ帽子とか見に行こうか。あ、テンガランハット、おー、いいじゃん。アリーナとかにもいいかもね、テンガランハット。黒かわいいな。よいしょ、茶色もいい感じ。しましま帽、レザーのキャップ、どういうの。おー、いいね、かっこいい。紫、お買い上げありがとうございました。よし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 、あとはお洋服を見ましょうか。いらっしゃいませ。あ、アルプスワンピース。あ、色違い。え、これベロニカによくね、これベロニカベロニカっぽいね。カットソー、ワイドパンツ。あ、いろいろカラバリが出てる。着崩れた仕事の服。おー、腹巻きもも引き。あ、かわいい。ふむふむ。いらっしゃいませ。さて、あとは、あ、ガレージスタイル、いいね。シンプルさ、おかげでありがとうございます。真っ白怖。人間って5日間人と接触しないと発狂するらしいですよ。なんかミクシーニュースで見たな。だからなんかぼっちでも大丈夫って言ってる人でも5日間が限界らしい。さて、ご飯あげていきましょうか、早速ね。さて、あ、ポーラちゃん。ポーラね、なんかね、あの、ジェイソン絶対私のこと好きだって言い張ってるんですよ。服が欲しい、はい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 。この自信はどこからって感じなんですけど。
何あげようか。あ、違う、ピンクが可愛いな。これにしよう。はい、こうさ、頭にリボンつけようとか可愛いよね。もう私できないけど、もうコスプレって勘違いされちゃう、やったら。貴様、みんなね、学生のうちはやりたいことたくさんやった方がいいですよ。本当何やってもね、可愛い、若くていいわねって言われるから。松茸あげよう。よいしょ。もっとね、10代いろいろはっちゃけとけばよかったな。なんかそう、受験生もやったしさ、なんか高校の時全然遊べなかったもんね。夏休みとかね、休みなのに学校行って勉強したりとかね、なんかもっと青春らしいことやっとけばよかった。はい、ジュリちゃん、ジュリちゃん最近モテるんですよ、ほんと。そう、顔なしとね、お友達になってますね。そう、かなり楽しいってなってるけど、よいしょ。いただきます。酢豚にパイナップル、サラダにリンゴオレンジ。サラダにリンゴオレンジはやだな。みんなどう思うよ。あと、なんだろう、意外な組み合わせ。あー、なんかドライカレーにレーズンとか。ドライカレーにレーズンもないな、個人的にないな。いただきます。あとなんか、ね、フルーツたっぷりのショートケーキとかやだ。ショートケーキはいちごと生クリームだけでいいって思うね。よいしょ。あ、こまじろ、あれ風邪ひいてね、大丈夫？おはよう。もうダメです。どうしたの？お腹の調子か。ちなみにこまじろ、この、え、親友かなって、なんだこれ、え、親友かなって、なんだこれ、これ初めて見たぞ。胃腸薬あげよう、とりあえず。親友がさ、交代っていうか、あのね、親友が親友じゃなくなったっていうの、未だに見たことないですよね。よかったよかった。こまじろ、やっぱりこの服が可愛いよ。なんかもっと着ぐるみ系のコスチューム欲しいですね。ありがとうございます。胃腸薬あげた、風邪薬になって戻ってきた。よいしょ。あ、今さ、冷凍餃子ってすげえ進化してんだよね。昨日ね、私餃子にしたんだけど、あの、作るのめんどくさくって冷凍のやつにしたんだけどさ、なんかすごい、もう手作りかのごとくすごいしっかりしてて、作りが。そうなの。なんかさ、昔の冷凍餃子って本当になんか冷凍食品って感じでさ、なんか一個一個がちっちゃくってさ、でなんかね、あまり具も入ってないみたいな感じだったんだけど、なんか今の冷凍餃子全然違うのよ、ほんと。いただきます。美味しかったな。よいしょ。あとあれね、やっぱあのコンビニのホットスナックの進化はすごい、本当に。もうファミチキとかやばい。ファミチキとか、あと、まあ私個人的にはさ、あのローソンの唐揚げが好きなんですよ。なんかうちの近くのローソンはなんかね、5個入りでね、なんかちっちゃいカップに入れてくれてね、うん、それがね、ちょうどいい大きさだしね、美味しくて好き。種類も結構あって、そう、甘辛だれとか、塩味、塩だれ味とかね、あと醤油味とかあって、はーい、おすすめです。あ、じゃあ早速、最近入ったばかりのゼル君。おはよう。ゼル君、慣れた？うちの住人たち、すごい個性的だけど。いただきます。はいはい。
ふむ。だってちょっと既婚者たちの様子を見てからね、またご飯をあげていこうと思うんですけれども、あ、遊ぶか、いいよ。帽子シルエット、これは何でしょう。え、ゴージャス、ドクロっぽいな、ポコってなってる。おー、あ、これかわいい、ハロウィンでいいね。これ耳当て付き帽子かな。耳当て付き帽子、あー、いいね。これは何でしょう。え、小さな旗？旗が刺さってんだけど、え、なんかゴルフのあのホールっぽいな。おめでとうございます。はいはい。一つだけあげます。でかいな。あー、真ん中が良かったかな。はあ。さあちょっと既婚者たちの様子を見るぜ。マリオとムーンの家。あ、ご飯食べてるかな。あ、いいね。ちょ、第二子誕生とかないんでしょうか。ゼルダ姫は本を読んでる。どっちもいない。スライムとアリーナ、今子供いるからね。あー、かわいい、女の子だもんね。よいしょ、ちょっと呼び出そうか。最近私、星のドラゴンクエストを始めまして、星ドラ面白いですね。まあスマホアプリなんでいつまで続くかっていうのは分かんないんですけれども、はい、まあ、ドラクエ好きだったらね、ちょっとおおって思ったりするので、いただきます。ね、この動画が公開されてる後にはもう絶対終わってると思うんだけど、今ねドラクエ7コラボやっててね、そう、マリベルとかメルビンじいちゃんとかアイラちゃんの装備がねゲットできたりとか、面白いんですよ。ありがとう、いつもありがとう。あ、金貨だ、いい。あ、万華鏡、あともう一個。バトルもなんか基本放置でいけるので、はい、おすすめです。よし、ということでじゃあご飯をあげていこうと思います。あ、ちょっと待てよ、あららら、一人おったわ。せいにゃ、せいにゃ、ククル様、前を向いて歩き出したよ。あ、いい思い出になってる。あ、あれ、それ前もそうだったっけ。あ、ミクちゃん、あ、いけ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 、女同士。うん、ちょっと、さあどうかな。あれ、なんか今日不発だな、どうしたのみんな。あらららららら、あららら、今日どうしたんだろう、みんな調子悪いね。お、せいにゃもあともう少しでレベル20ですな。基本的にお小遣いっていう、最近。ありがとう、せっかくだから。あ、いいよ、よいしょ、一人で合わせ。ゆで卵、ゆで卵、ほう、ブレイズです、私です、私です。え、なんかことごとく外してんだけど、髪を持つ、あった、よしよし、双眼鏡、ここゆで卵、ここ、せいにゃどこだっけ。あ、たた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 、よかった。お、よしよしよし、見ろ私の記憶力を、すげえだろう。オープン。お、だるまちゃん、いいね。基本的になんか大きいものの中にお宝系というか高く売れそうなもの入ってる気がするな。ハマハマあげよう。もうね、村の資金が200万を超えましたのでね。いや、この子たちさ、毎回なんか募金とかもしてくれるしさ、何かするたびにお金をくれるけど、どこから出てるんだこのお金。あ、ゆうな、おはよう。ゆうなは今こんな感じ。わー、わー、
ブレイズのモノマネも聞いてください。はい、こんにちは、ブレイズです。おお、似てる。どうでした？うん、似てる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 。何あげよう。ちゃんこ鍋いただきます。すごい食欲だよな、このミーたち。よいしょ。でもさ、なんかさ、やりとりが結構ねえ、パターン化っていうかなってきたから、レベル上がるごとにいろいろ増えるというよね、聞いてくることとかね。どうなんでしょう。楽しいんだけどね、このままの状態でも。よし、じゃあちょっとご飯をあげていこうと思います。あれ、セーニャと、あれ、シルビア、あれ、喧嘩してない？この二人。あー、やっぱり珍しく怒ってます。何？いやー、今日なんか殺伐してんな。ちょっと待って、ちょっとシルビアちゃん話も聞こうか。はい、どうしたの？腹が立つことがありました。はいはい。セーニャと喧嘩しました。腹が立ちます。うな重あげればいいかな。じゃあこのイライラも沈めてください。ちょうどお腹空いてるし、うな重あげよう。あらら、いただきます。セーニャちゃん、あれやな、なんかククール様と別れてからなんか気分が落ち着きます。あかんな、調子が悪いね。友達になっても会わないとかね。さあ、許せ。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。あ、よかったよかった。えらいね、自分から謝るのはえらい、本当に。いえいえ、そんなお礼だなんて、ありがとう。ちなみに、あ、でもかなり楽しい。お、いいやつだな、ほんとシルビアちゃん。いや、いろいろさ、私も予測を立てるんですよ。なんかあ、この子にはこの子とこの子はこの子とくっつくのかなとか予測立てるんですけど、いや、もうことごとく外してるからね。あ、ごめん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 。さて、ではご飯を一通りあげてきました。特に今回もイベントないな、ほんと。久しぶりにフライングディスクでも見ようか。ふん、あ、ごめんゼル、ごめん。そうで、あ、ありがとうございます。これなかなかシュッてできない。あー、やっぱりフェードアウトしちゃうな、申し訳ないね。これどんな角度でも誰かしら褒めてあげよう。お、取りに行くのかな。マリオタックゼルスルーみたいな。シュ、あ、これいいじゃん。おー、取ってくれる。ちょっとなんか無理な方向に投げてみたいな。いやー、ど真ん中に投げようか。ほ、あ、違う、あ、やっぱマリオの方に向いちゃうな。あ、ざまー、いえいえって感じですねいやー、今日本当みんなおとなしいな。じゃあちょっとミーニュース見ましょうか。ちょっとカットしたら超短いかもしれないけど、すまんな。はい、最近みんなで対極拳、お、いいじゃん。対極拳が静かなブームとなっています。健康的ですね。街角で行われる対極拳教室では、オリマー師匠の、あら、オリマーがみんなでゆっくりと体を動かしていきます。ほうほう、その模様をご覧ください。はい、あー、あの、いそ、ほうほう、あの、いそなんてやってんの。マジの耳に聞きました。なんか切ないです早く誰かに知らせないと。そうだね、太極拳、はい、
日のミーニュース。スライムがお伝えしました。おお、なんか太極拳ネタ初めてだったじゃない？ね。あ、ない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 、電話？ちょっとすみません。あ、泣き止まねえやつだろこれ。オッケー。おはようございます。久しぶりだな、スラちゃん。いいよ。あ、いない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 。ば。なんで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 。あ。おお、よしよしよし。いないいない。ば。あー、泣いちゃう泣いちゃう。おー、かわいいかわいいかわいい。いないいない。あー、もう、あー、かわいい。まあ、なでなでの方がいいかな。かわいい。よしよしよし。あ、よしよし。あ、終わった。これまた泣き出しそうなんだけど。はい、子だね、スラちゃんはね。はい、子でちゃね。どうよ。あ、よーしよしよし。随分良くなりました。よーしよしよし。ありがとうございました。お礼にこれもあげます。大人スプレー。スラちゃんどうしようかな、独り立ちしたらっていうのをね、ちょっともう先に考えちゃうんですけれども、最後ちょっとランキング、最近の掲示板見るのすっげー怖いんだけど。おお、すごい。あ、ガールルイージやばいね。いつの間に、あ、私ちょっと上がってる。あ、でも神がすごい上がってきたよな。神ベロニカ、アーロンさんもさ、こうなんか人気ランキング見ると結構絶好調なんですけどね。下の方、あー、セーニャー、セーニャー。よし、メンズランキング、あー、じゃあなんかランキング変わりすぎじゃない？そっか、ククルさんもそっか、彼女できたからってことか。なるほどな。ランキング超変わってる。やばいね。1争いやばい。あ、コマジロー、シルビア。あ、ロンさん。さあ、モテ女よ。あー。わー、やばい。このミクちゃんに抜かされる。ガール、ゼルダ姫、相変わらず強い。ふんふん。あれ、一時期アリーナ3位とかに来てなかったっけ？ね。あ、そう、ユーナがね、ちょっとマイナス44っていうのはちょっと理由がありまして、で、これもね、ちょっとあの裏作業でご飯あげてた時なんですけれども、ね、オリマーに告白して振られてるんですよ。多分それだと思うな。そう、いろいろあったんですよ、裏で恋模様が。オリマーとユーナ一回さ、あの誰かの紹介でデートに行ったじゃない。そうで、その後なんか友達から始めることになって、で、あのユーナがね、ちょっとね、気持ちが早まっちゃって告白しちゃったんですよね。で、それでまあ彼女振られるみたいな。でもユーナを振るってすげえよな。ということで、じゃあ今回はね、ここで終わりにしようと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。